2024年9月26日、22時7分なんですが、本日の野球の試合の結果なんですけども、その後は問題なんですが、日程、阪神タイガースの試合の日程が映ってないんです。これ皆さんどう思われます？以前からなんですよ。それとあと、これ日程、他の試合抜けてませんか？どうなんですかね。ちょっとこれ関係者の人たちじゃなかったらなかなかわからないことだと思いますんで、ここ土曜日、9月28日の土曜日、セリーグの試合今のっきり抜けてるようにも見受けられるんです。後の方の試合もなんですけども、なぜこのような表記になってるのか全くわからないですね。今日は木曜日でして、明日は27日の金曜日の日程がないですね。ちょっと謎です。こちらが、翌日なんですが、日程の方なんですが、今日のところの欄からですね、これは Android のタブレットの方なんですけども、まあセリーグの日程も出てきているという状況です。それと、まあ、先ほどというか、まあ、前日に撮影した内容とです。まあ、6月入っての日程の、の方は、まあ、こちらの左上の方が付け曜日、記載があります。まあ、ちょっとなところも含め、内容をしっかりいただきたいなと。画面の方のが、まあ、NPB、日本プロ野球会ということの動画でしたので、ちょっとこうなってるのか。